毎日幸せなハイイサ吉村です皆さん元気ですかはい今回のテーマはですね、なぜ YouTube を私自身が始めようかと思ったきっかけですね、それをお伝えできたらなって思っております。はい、なぜ YouTube を始めたと思いますか気になりますね。はい、いろんな意見ありがとうございます。はい、出身はですね、 沖縄県で、えー、中学までですね、沖縄に、えー、沖縄に育ちまして、高校から28歳までですね、約13年間、関東や九州で過ごして、昨年、昨年ですね、2020年に沖縄に帰ってきました。県外にいるとき、えー、ずっと思ってたことがあります。えー、それは何だと思いますかはい。 えー、いつかですね、えー、地元、まあ、地元沖縄県、沖縄県にも関係したいんですけども、地元沖縄県の浦添市の方にですね、サッカーでですね、恩返ししたいなって思っております。えー、特にですね、小学生、6歳からですね、12歳をメインにサッカーを通してですね、教えて、中学、高校、大学、そして社会人の人にですね、えー、 自分自身のですね、何かしらのですね、情報をですね、提供したいなって思っております。現在、2020年のデータなんですけども、えー、全国でサッカー少年がですね、25万4千人ほどいると言われておりまして、えー、地元、沖縄県浦添市にはですね、約400人ほどサッカー少年がいます。えー、そのサッカー少年にですね、サッカー少年とそのサッカー少年のお父さんお母さんにですね、たくさんの思いを伝えたいと。 私は思っておりますなぜ、えー、私がですねそんなことを思うのでしょうかはいそれはですね一つしかありませんはい何だと思いますかはい、えー、自分自身がですねしてもらったことをですねしてきて、えー、来てもらったことをですね次の世代にですねあのー、自分なりにですね表現してつな、えー、げてですね YouTube でですね沖縄の沖縄県浦添市をですねもう 変えたいいいとう思いがです、ね、ありますサッカーを通してですねサッカーを通して、えー、沖縄県のですね、えーえー、沖縄県呂布市の子たちをです、ね、少しでもですねマインドをです、ね、変えれたらいいなって自分自身は、えー、強く思っておりますはいサッカーはですね、えー、本当に面白いことに世界で一番、えー、競技人口が多いのはバスケットと言われておりまして約4億5千万人と言われております。 でサッカーはですね、なんと、えー、約2億、えー、5000万人いると言われております。いやー、サッカー人口多いですね。浦添市もですね、サッカー人口をですね、少しずつですね、増やしていけたらなって思っております。えー、中学までしか沖縄にいませんでしたが、えー、家族も含め、周りの人たちにですね、本当に、えー、よくしていただいてですね、今の自分の、今の自分がいると思っております。 えー、自分自身のですね宝物はですね、えー、実績ではなくてですね本当に、えー、周りのですね素敵なですね仲間たちやあの出会った人たちだと私は思っております、えー、そういう思いをですね持ち続けて持ち続けてですね沖縄の子たちに何が足りないんだろうって、えー、県外の時ずっと考えておりましたでですね県外の時もですね1年に1回ほど、えー、現場あの沖縄に帰ってきた時にですね あのー、現場に足を運んでですね子供たちに教えに行ったときにですね、えー、肌で感じたことがあり,あります、えー、それはですね、えー、情報かなって自分自身は思っております、えー、例えばですね県外との差はいろいろあります、えー、技術でしたり、えー、メンタル面でそしたらそしてあと体格ですね、えー、それもあるんですけども、えー、まず強いチームとの試合ができないあと上手い選手と、えー、肌で 感じれない。っていうのがです。ていうのがですね、あの、島国。沖縄って島国ですので、あの、なかなか、あの、外の県外に行くのはやっぱ飛行機でしたり、いろいろお金、お金と時間かかるなって思います。 でですね、まあ、今の子たちは動画やですね、FCAD 級が J2 に参入しておりますので、すぐスタジアムに行って試合が見れるので、自分自身の子供の時代の時に比べると、今は本当に恵まれているのかなって思います。はい。で、まあ、情報がいろいろ溢れてる中で何をピックするかが自分自身は大事かなと思っておりますので、自分が経験したことをいろいろ発信できたらなって思っております。はい。 でですね、まあ自分自身の子供時代はですね、まあ DVD D を借りたりですね、本を買ったり、えー、あとはまあ、今よりは少ないんですけど、動画編集をあ、動画集をですね、見て勉強しておりました。でですね、まああと、これはですね、実体験なんですけども、えー、たまたま、たまたまですよ、たまたま小学校、中学校の時ですね、九州の選抜でしたり、ナショナルトレーセンと言い,いまして、まあ、西日本で60人ほど選ばれる選抜が あります。その中に入った際にですね。もう本当にですね。あのー、強くもう今でも覚えてるんですけども。も、えー、沖縄はですね。もう自分自身が、えー、もう簡単にドリブルで抜いて、えー、シュートをして、えー、決め決めてたのがですね。逆にですね。自分自身が、えー、簡単に抜かれてで、簡単にシュートを決められたという記憶がございます。でですね。もうこのドリブルも抜かれたのがですね。まあ サッカーしてる人はもしかしたら知ってると思うんですけども元に、元ブラジル代表のルナージーネという選手が得意としたこのエラシコですね。エラシコというドリブルで,ですね、もう簡単に抜かれてですね、もう簡単にシュート決められたのがですね、本当にですね、まあ悔しかったのは覚えてるんですけども、もうえ悔しいという思いよりも、ワクワクした気持ちの方がですね、強くてですね、なぜならですね、もう自分自身がですね、もう 知らない世界ですね。知らない世界。もう自分自身がですね、もう、もう、なんていうんですかね、うまい選手を知った時にですね、これほど勉強になることないなって思いました。何を伝えたいかと言いますと、もう、どの業界、もうサッカーもそうですけどバスケット、野球、何でもそうなんですけども、どの業界にも上には上がいると、自分は思っております。まあ、ことわざでですねあの、胃の中の蛙という言葉がございまして、あのー、 自分のですね、狭い知識や、えー、経験にとらわれてですね、他の、えー、素敵な世界を、えーある、世界があることを知らないことを言うんですけども、まさにそれだなって思います。要はですね、沖縄の上手い選手しかですね、知らずですね、県外にももっと上手い選手がたくさんいるということを知ってほしくてですね、まあ、自分自身を抜いた選手は今でもですね、プロで活躍しております。で まだまだですね、自分自身もですね、あの学びや、えー、勉強、日々勉強だと思っております。えー、たくさん知らないことがたくさんありので、本当日々勉強だと思っております、えー。自分自身が経験したことや、学んだことで、勉強して体験したことをですね、地元沖縄の子たちにですね、少しでも情報としてですね、伝えて、その情報が価値まあ少しお近いにな,れなれればなって、自分自身は 思っておりますでその発信したことがですね行動につながればいいなっていうのが一番自分が強く思っておりますでその思いをですねまあコロナの影響でですね子どもたちにサッカーを教えない状況が今続いておりますで、えー、子どもたちもですねあの特に小学生なんですけども意識高いのか考えてできる子たちは えー、いいと思うんですけどもあの別にサッカーをしなくてもあのいいとかあのサッカーは別にそこまで考えてないとかこうやっぱ熱量があると思うんですねその熱量関係なくもう一、サッカーをしてるんだったらサッカーを通してですねこう何かを学んでほしいっていう思いがやっぱ一番強いのでそれを、えー、その思ったメッセージを子どもたちに伝えたいなっていう思いがずっとあったんですけどその思った矢先ですね えー、今働いている会社がですねすっごい素敵な人たちがいっぱいいるんですねいろんな業種、えー、が、えー、来られてですねもう本当に学びの、えー、職場なんですけどもその職場の、えー、同僚でですね一人、まあ、皆さん好きなんですけど、えー、その中の一人の方がですね、えー、こう自分自身に言ってくれました「浩、え、平、ー、さんならそのキャラと思いを、えー、YouTube で」 たた方がいいよって言ってて言くれました、えー、なぜならですね、えー、その熱い思いを、ね、発信したらですねたくさんの方が見てくれるかもよだから発信してみたらって言われた一言がですねなるほどと思いまして、えー、その、えー、3日後にですねもうすぐ、えー、YouTube を作成して、えー、もう発信したっていう経緯が今ございますまあ クオリティやですね、伝え方であの編集の仕方ですね、これからですね、学んででで、すね学んでたくさん勉強してですね、あの皆さんに見やすいように改善していきたいと思いますえぜひです、ね、チャンネル登録といいねボタンコメントいただけるとすごく嬉しいですあとですね、あのまあ、こういう人がいるんだよっていうのをです、ねまあ、あの知り合いとかです、ね、あのに広げてもらえたらですね、もうなおさら嬉しいですね そういったものをどんどん広げていってですね、一つでもこう何か行動につながるようなきっかけになってくれたらなって自分自身は、えー、熱く強く思っております。はい。じゃあ次回は、えー、自分自身の簡単な自己紹介をさせ,させてもらいます。あの、どんな人が発言してんだろうっていうのを気になるかなって思う方もいると思うので、ちょっとあの自己紹介させてください。じゃあそれではまたの、えー、動画を期待してください。バイバイ。 you